町田ゼルビア首位独走、川崎のポゼッションを破壊する。町田マジで強いやん。川崎も町田に負けるんか。広島敗戦から町田はすぐに持ち直したな。10人になっても町田の守備は硬かったね。綺麗なサッカーをしようとする川崎をハイプレスと縦ボンで破壊してて草。下から繋いでくれるのは町田からしたら絶好の獲物って感じだったな。町田が勝つことによって日本サッカーがフィジカルが強い縦ボンサッカーに勝てないっていうのが完全に露呈してるな。ACL で勝てない川崎が町田に勝てるわけない。つなぐサッカーは選手の質が必要だから三笘とか田中をガイターの時代の選手じゃないときつい。あの時は選手が揃いすぎてた。川崎はそろそろ現実見た方がいいかもな。